では、まずはじめに、スキル変革調査結果から見る個人の学びと企業の育成、評価環境における課題と施策例と題しまして、昨年 IPA で実施いたしましたスキル変革等に関する調査結果について、IPA の宇野よりご報告いたします。宇野さん、よろしくお願いいたします。はい、改めまして、IPA の宇野でございます。どうぞよろしくお願いいたします。まずはじめにですね、自己紹介代わりということで、今も平山様からもご紹介いただきましたけれども、IPA におけますデジタル人材育成に関する取り組みについて、ご紹介させていただきたいと思います。IPA といたしましては、人材の適材化、適所化の促進を通じまして、企業と個人が共に進化し続ける姿の実現をに貢献していきたいと、そういう活動をしていきたいと考えております。で、そのために組織、人材、スキル変革に関する調査ですとか、あるいはスキル標準、デジタル人材育成プラットフォーム、スキル検定などのですね、実行施策というものを行ってきております。また、学び続ける、あるいは変革し続けるための考えるヒント集として、マナパタですとか、トラパタといったものも公開してご活用いただいております。本日は、このスキル変革に関する調査について、ご紹介していきたいと思います。こちらが本日のアジェンダです。スキル変革調査につきまして、その目的と実施経緯、それとこの5年間を通じまして、変化のあった項目と変化のなかった項目についてご紹介いたします。で、最後3つ目は、22年度の調査報告書から学びの促進に向けた課題、それとその施策例という内容でご紹介していきたいと思います。まず目的と実施経緯です。スキル変革調査とは何かということですけれども、簡潔に申し上げましたら、デジタル人材の学び直しですとか、組織人材マネジメントに関する実態調査でありまして、その目的は、先ほど申し上げました、デジタル人材適材化、適所化ということでございます。で、それぞれの言葉の意味はこちらに示した通りでございます。デジタル人材というのは、いわゆる IT ベンダーのエンジニアですとか、事業会社の情報システム部門に所属する方々だけではなくて、事業部門においてデジタル技術を活用して事業推進を行っている方々も含んでおります。で、適材化っていうのは、社会から要請される知識や能力をタイムリーに身につけること、つまり、社会から求められる人材になることを表しています。そして、適所化っていう言葉は2つの意味を持たせておりまして、1つは、人々から選ばれる場になること、2つ目は、必要な人材が必要な場に配置されて、そこで価値発揮をしていることを表しております。で、続きまして、実施の経緯です。こちらの図は、ここ5年間のスキル変革調査として、何に着目して調査してきたのかを示したものでございます。非常にビジーな図ですので、詳細は各年度の報告書を含めて、URL から後ほどご確認いただきたいと思います。調査としましては、2018年度の開始当初は、今後の人材を考える上で重要なファクターでなるであろうと、いうまさに DX についての実態調査を行っておりました。で、その上で翌年度からは、組織人材にフォーカスした調査を進めてきております。年度ごとに前年度の深掘り調査を進めるという視点のほかに、経年変化を捉えるという意味で、毎年同じ質問を継続的に盛り込むなども行っております。で、こちらが22年度の実施内容ですが、例年このような依頼先ですとか実施規模で行ってきております。企業調査
企業向けのアンケート、それと個人向けのアンケート調査という2種類の調査を行っておりまして、それぞれこちらの赤枠で囲ってある方々に回答をお願いいたしまして、この青枠で囲ってある方々から回答をいただいたというものでございます。で、企業調査の方では、約2000社のご回答をいただきました。で、個人調査の方もおよそ2000名の方からご回答をいただきました。で、本日ご参加の皆様の中にも、ご協力いただいた方々もいらっしゃるかもしれません。この場をお借りして、改めて御礼申し上げます。で、本日は、2018年開始当初からの5年間を振り返りまして、著しく変化が見られた項目4点と、変化が見られなかった主要な項目について、ご紹介したいと思います。まず1点目ですけれども、こちらは、事業会社での DX の取り組みによる成果を聞いたものになっております。左側のグラフが2018年の結果、右側のグラフは22年度の結果になります。この紺色や紫の部分が成果が出ているという回答でして、さすがに5年も経ちますと、この業務の効率化による生産性向上ですとか、既存製品サービスの高付加価値化といった、いわゆるデジタル化による効果の創出は出てきているようです。一方で、この真ん中あたりにあります新製品サービスの創出ですとか、ビジネスモデルの変革といったいわゆるデジタルトランスフォーメーションというレベルでの成果が出せているかといいますと、まだ2割程度にとどまっている状況でございました。ただ、最後の、成果は出ている企業はまだ少ないのですけれども、この企業文化ですとか組織マインドの根本的な変革を行っているという企業が増加してきているということは、明るい兆しではないかなというふうに捉えております。で、2つ目はこちらは IT 企業のことですけれども、 IT 企業でのデジタル人材の量的な不足感について、聞いたものです。人材タイプ別に過不足感を聞いたもので、18年度では、5割を超える企業で全ての人材タイプにおいて、この紺色の大幅に不足しているという回答でしたけれども、それが22年度ではどの人材タイプでも大幅な不足感というのは改善されてきているようでございます。で、続きまして3つ目に入る前に、これ以降のページで出てきます個人調査結果の見方についてちょっと説明したいと思います。個人調査の方では、回答者を現在従事している業務領域、先端の技術を使う領域なのか、そうではない非先端の領域で働いておられるのか、で、さらに先端領域に転換した経験があるのか、あるいは転換するしたいという意向があるのかということで、5つのタイプに分類しております。こちらの自発転換から固定志向と書かれているのが、その5つのタイプになります。まあ、これ以降のグラフとかで、このタイプによって分類したりしておりますので、ちょっと頭の片隅に置いておいていただけたらと思います。あと話はちょっと脱線しますけれども、こちらの右側の楕円の中の数字ですけれども、こちらは経済産業省の IT 人材需給調査の結果を踏まえまして、転換タイプ別の実存数の比率といったものを推計したものでございます。こちらの先端領域の3タイプを合わせまして大体 15%、非先端領域の2つで 85% ということで、大多数は非先端領域のお仕事をされているということです。ただし、先端領域に転換しても良い
という転換志向の方が 42% おられるということで、今後のデジタル人材の不足を補完してくれる大きなポテンシャルではないかというふうに考えております。変化のあった3つ目の項目ですが、こちらは活躍し続けるための新しいスキルの習得の必要性の認識ということを聞いたものです。個人に聞いたものでして、先ほどご紹介した転換タイプの別に先端領域、この上の段でございますが、ではやはり技術変化が早いですとか、網羅しなければいけない領域が広いなどの理由から、従来からスキル習得の必要性を感じている方々が7割、8割と非常に多かったんですが、最近ではこの非先端領域の方々でもスキル習得の必要性を感じている方が大幅に増えてきておりまして、これもリスキリングに向けた明るい材料ではないかなというふうに考えております。ただでは実際にスキル習得できているのかと申しますと、なかなかそうとも言えない状況です。転換志向の方の 44% はスキル向上とスキル獲得のいずれもできていないという回答でございました。やらなければと思ってはいても一歩目が出てこないですとか、あるいはやってはみたものの成果が出なかったという人がかなりの数おられるということでございます。続きまして、変化のあった項目の最後です。でこちらは転職に対する考えを聞いたものですが、先端領域、非先端領域ともにその転職の意向は大きく増えてきているというところでございます。キャリア志向の高まりですとか、労働移動の可能性に期待が持てる変化ではないかなというふうに考えております。以上がこちらの変化のあった項目4つでございました。でこれに対しまして、変化のなかった項目を右側に挙げてみました。こちらは特に事業会社の回答に変化の見られない項目が多く見られました。まず一つ目の事業会社の大手ではもう8割以上がその DX に取り組んでいるということなんですけれども、中堅中小の企業では未だに3割の企業で取り組めていないという状況が続いているということです。それと2つ目ですが、デジタル人材に対する不足感というのも変化が見られなくて、特に DX の成果が上がっていないという回答の企業では、その6割で大幅に人材が不足しているという回答がずっと続いているという状況です。ただその一方で、4割の企業がデジタル人材を採用する方針がないですとか、8割以上の企業でデジタル人材を評価、把握する基準がないといった回答です。でまたそのデジタル人材採用の阻害要因としましては、採用予算だとか人件費の制約、あるいは魅力的な処遇を提示できない、働く環境や就業形態が合わないといったような回答でございました。で3つ目、新たなスキル獲得発揮という点では、こちらも非先端領域の方々の6割以上で、そのスキルを発揮する場がないと回答しておりまして、またスキル獲得発揮の場としてのデジタルを内製化するということに対する取り組みもおよそ6割の企業では進めてはいないという回答でございました。で、そのスキル獲得の阻害要因としましても、やはり育成の戦略や方針が不明確、予算の確保は難しい、スキル習得獲得させるための時間の確保はできないですとか、案件がないといった回答でございました。最後、キャリアサポートについてですけれども、これにつきましても中堅中小の企業の6割以上で、そういったサポートは行っていないというような回答結果が続いているというところでございます。こういった事業会社側の状況というものが、
5年間変わらなかったという一方で、個人の方は、スキル向上の意識ですとか、キャリア志向などの点で、変化してきているのかなと。そういった個人の意識の変化に対して、事業会社とのギャップが広がってきているかもしれません。以上がここ数年で変化のあった項目となかった項目のご紹介でした。で、最後に昨年度の調査報告書より学びの促進に向けた課題と施策例ということでご紹介したいと思います。すみません。詳細の調査結果のご説明は割愛させていただきます。適材化に関する問題点のまとめをまずご紹介していきたいと思います。一番上の学びの方向性を定めることが難しいという問題点指摘がたくさんあったということで、そういうキャリア形成に対する支援ということについて、企業側の従来からの階層的なキャリア支援とのギャップが出てきていて、なかなか伴走してキャリアを見定めてくれる、支援をしてくれるですとか、そういった状況にはないのかなということを挙げております。で、続きまして2つ目のこの学びのための時間を確保できないですとか、一番下の学びが評価につながらないという問題点は、共にこう学びと業務が乖離していることから、生じてきている問題ではないかというふうに考えております。業務の中で学べて、学びの結果は業務の成果として評価される、そういうサイクルになっていく必要があるのではないかなというふうに考えております。また残りました2つ、共に学ぶ仲間や相談相手がいないために学習が挫折してしまうですとか、新たなスキルを獲得、活用する場がないって言ったような指摘につきましては、学びですとかスキル発揮の場を社内だけではなく社外も含めてどのように作っていくかということかと思います。個人の学びや成長に対して企業側はやはり従来からの支援内容ですとか方針などを見直していく時期に来ているのではないかというふうに考えております。続きましてこちらは主に企業に聞いた適所化に関する問題点のまとめです。まず上2つの IT 人材のスキルを適切に評価できていないですとか、先端の技術者を組織に引きつける環境が十分に整備されていないといった問題点につきましては、事業戦略というものが DX の方針であったり、あるいは人材戦略といったものと整合を取られていないというところから起因しているのではないかなというふうに考えております。で、残り2つのデジタルリテラシー向上の取り組みを行っている企業では、DX の成果が出ているですとか、ラーニングカルチャーの醸成に積極的な企業では、やはり DX の成果が出ている、あるいはスキル獲得ができているという回答が多く見られておりました。で、先ほどご紹介しました、DX の取り組みによる成果について、企業文化や組織マインドの抜本的な変革という成果が増えていることも示しますように、企業文化を含めた抜本的な変革を取り組んでいく企業さんが増えているのではないかというふうに考えております。以上は簡単ではございますが、22年度の調査結果からの学び促進に向けた課題と施策例のご紹介でした。で、これまでの調査結果から、事業会社で DX の成果を上げられていない要因として、デジタル人材を獲得育成するための企業側の文化や制度支援、などの環境整備が、個人の変化やニーズに対応できていない企業が多いということが見えてきています。ここ何年も取り組めていないですとか成果を出せていないということの背景や
原因には何があるのかということを把握して、そこを変えていく必要を感じております。そこで先行している企業では、どのような背景、課題認識で何をやってきているのか、進める上でどのような壁や苦労があったのか、それをどのように乗り越えてきたのか、工夫やノウハウ、そういったものを中心に調査、事例収集いたしまして、共有していきたいと考えております。それによりまして、マネジメント変革、組織変革の一歩を踏み出す、あるいはより高みを目指すことの一助になればと思っております。こちらにいらっしゃる皆さんにも調査への協力をお願いすることがあるかと思います。その際にはぜひともご協力お願い申し上げます。この後、泉様、浦本様からまさにその先行されている組織人材マネジメントに関する事例のご紹介をいただきます。私の話は以上とさせていただきまして、バトンをお渡ししたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。